皆さんこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、付き合いを断れない自分をやめるです。付き合いを断れないという人たちがいますよね。この人たちは本当は付き合いたくないのに、断れないままずっと付き合っているんです。でも心の中では、ああこんな付き合いめんどくさいと思っているので、楽しくありませんし、お金もかかります。どうしてこの人たちは付き合いを断れないんでしょうか。逆に付き合いを断れる人たちを見ると原因がわかりますよ。この人たちは無駄な付き合いを断るのは当たり前で、そんなものは本当にただの時間の無駄です。それよりもやるべきことがあるんです。付き合いを断れない人たちが、このタイプの人たちを見ると勇気のある人たちに見えるでしょう。まるで一匹狼です。つまり付き合いを断れない人たちは一人では生きられないんです。自分一人で何かをするよりも、人と付き合うことで得られるメリットの方が大きいんです。ですからこれは時間の無駄ではなく必要なものだと感じているわけですね。だから断れないんです。実はこの人たちはいつも人を頼ろうとしています。いざとなったら一人では対処できない。だから普段から付き合いが必要だ。困った時になって助けを求めても、普段から親しくしてないと助けてくれないと感じているために付き合いが断れないんです。常にそういう不安を抱えているということです。どうしてこうなったかというと、結局のところ子どもの頃から依存的で、自分の行動に責任を持ってこなかったために不安が拭えないんです。ですから助けてくれそうな友達を保険のようにキープしたいんです。結局よく考えると、付き合っている人たちも自分と似たような人たちで、いざという時にはあまり頼りにならない仲間だったりします。自立した人たちはそんな無駄な付き合いに興味がないからです。ということで今日はこれを直しましょう。いつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて話しかけます。あなたは何か誘われると付き合いを断れないよね。そして本当は行きたくなくても一緒に行ってしまうよね。それで時間もお金もかかるから、心の中ではイライラして怒っているくせに、顔では楽しかったとか、また会おうねなんて言っているよね。本当にバカだね。大人の自分はそれでとても困っているんだよ。人に付き合ってばかりで時間を取るから、自分が本当にしたいことにお金も時間も足りないんだよ。家族を大切にしたり、もっと勉強したりすべきなのに、意味のない付き合いに時間を使っている。あなたは本当は付き合いたいんじゃなくて、一人が怖いんだよね。いつも誰かと一緒につるんでいないと、困った時に誰も助けてくれないって思っているんだよね。会社で誰かにいじめられた時どうするの？お金に困った時誰が助けてくれるの？子供の時はテストの時どうするの？忘れ物した時誰が助けてくれるの？って思っていて、それで友達を頼りにしていたんだよね。いや、災害が来た時に助け合いたいからなんて嘘だよね。災害が来たら友達じゃなくても助けて当たり前だよ。だからそれはただの言い訳なんだよ。助け合いなんて言うと聞こえがいいから、自分を騙しているだけだよね。そんな滅多に生じないトラブルのために、ずっとつまらない付き合いの方を大切にして、自分の大切な時間を奪っている。
本当にバカだね。無駄な付き合いをやめたいなら、もっと自分の行動に責任を持ちなさい。忘れ物をしない。仕事は全力でやる。ミスしない。何か失敗をしたら自分で責任を取る。いざという時のために常に準備は怠らない。遊んでばかりいないで未来のための勉強をする。人に頼るな。本当の意味であなたを助けられるのは自分しかいないんだよ。だからもっと自分がしっかりしなさい。人にフォローしてもらうことばかり考えていないで、自分が逆に若い部下のフォローができるほど責任能力を持ちなさい。もっと成長しなさい。あなたが誇らしく幸せに暮らすためには、何よりもまず責任感を持つことだよ。そうしたら付き合いを断ってもあなたは堂々としていられるよ。未来の自分はあなたの成長を見守っているよ。できるよ。頑張りなさい。